アジリサウルスは、タンザニア南部における、三畳期中期アニシアンの地層から発掘された、鳥類系種流類,類で、シレサウルス類の一種。無論恐竜ではなく、俗名の由来は、スワヒリ語のアシリーと、古典ギリシャ語のシグマアルファウプシロンローから。日本語のプレスなどでは、アジリサウルスと表記されているが、発音はむしろ、アシリサウルスに近い。シレサウルスとの比較により、 最大で全長2から3メートル程度と考えられる。洋上の葉、くちばし状の下顎、細長い獅子を持っており、四足立位をしていた。その葉の形状などから植物植生だと思われる。2007年から2010年3月現在まで、すでに14個体分もの化石が発掘されており、その多くは大腿骨のサイズなどから生体だと考えられている。 恐竜類とシレサウルス類は、主流類の中でも互いに最も禁煙なグループであり、その共通祖先は当然、両者に共通する形質を備えていると考えられる。ところが、これまでに知られている最古の新恐竜類は、約2億4000万年前のものだが、それまでに、すでに発見されていたシレサウルス類とは明らかに異なる点も多く、こうした形質は、 恐竜の系統で独立に獲得されたものだと思われていた。というのも、鳥系類には不完全な化石や非常に特殊化した種類の化石記録が大半であり、比較可能な領域が非常に少なかったからである。しかし、アジリサウルスは非常に保存状態の良い形で見つかった。その特徴ははるかに恐竜によく似ており、これまで恐竜にだけしか見られないと思われていた特徴の 多くがもっと古い主流類ですでに獲得されていたことを示している。こうした意味でアジリサウルスは主流類の多様化が三畳期中期もしくはそれ以前とこれまで考えられていたよりずっと早くから始まっていたことを考える上で非常に重要である。ありがとうございます。